4アイビデリンドクビストは、スウェーデンの作家、ストックホルム郊外のブラッケバーリに育つ。作家としてデビューする以前、12年間にわたり、マジシャン兼、スタンダップコメディアンとして活動していた。恋愛や、社会的リアリズムをはらんだ、バンパイアホラー小説、モールスモールスは2004年に発行され、国内外で成功を収めた。ゾンビの交流、あるいは、 二度生きることを扱った第二作、ハンテ・ディンゲン・エヴ・ヤドダは2005年に発行された。2006年には短編集、パパ・スベイガーを発表した。2007年、ティン・ディロアスがスウェーデンの新聞、ダーゲンス・ニュヘテルで連載され、同時に同志のウェブサイトで自身の朗読によるオーディオブックが無料で公開された。 作品はすべてオードフロント社から発行されており、様々な言語に翻訳されている。小説家としての活動の画は、スウェーデンテレビのドラマシリーズ、コンミッシオネニや、自身の作品の映画化、僕の襟200歳の少女の脚本も書いている。モリッシーの熱心なファンであり、デビュー作の現代エルティーデンレタコンマインは、モリッシーの楽曲レッドザライトアンスリップインから、 パパースベイガー中の一編はザ・スミスのショップリフターズから取られている。さらにマニースカガムのメインキャラクターのうち二人はモリッシーの熱心なファンで生活の多くをモリッシーの歌詞の引用で過ごしている。リンドクビストの父は歴史している。ハンテリンゲン AV アドだとパパースベイガー中の一編では共に海が邪悪な力として登場し、マニースカガムでは 海が恐ろしい存在として大きな役割を果たしている。ありがとうございます。